あるのね、今回の動画なんですけど、今回はですね、今回も、検証動画なんですけど、まあ、なんで今くしゃみしてたかっていう話なんですけど、今回はですね、まあ、このゲームってね、まあ、住民はね、たまに風を引くことがあるんですよ、たまに風。こういう感じで。たまに体調が崩してね、こういう感じで。風になる時が住民でもさすがにね、やっぱ、住民でもさ、やっぱり風を引く時あるんですよ。まあ、薬渡したりしたら治るんですけど、まあ、今回はですね、まあ、このゲームってこの案内所で、たぬきに話しかけたら、住民の家の場所をね、変えることができるんですけど、住民の家の場所を変更しようとした時、本人が直接案内所に来るんですよ。例えば、ブーケだとするじゃないですか。ブーケを引っ越させたい、引っ越した。フェイ！ブーケを引っ越させると するとしたら、ブーケが直接ね、ここに来るんですよ。ブーケさん引っ越させていいですかみたいな許可をね、取るために、ブーケさんがここにね、直接来るんですけど、その時、住民風邪ひいてたら、来ない説ってことで、風邪ひいてる住民に引っ越しの許可を得たいと思います。はい、最低ですね、薬を渡さずに、薬、本来ならね、風邪ひいてたらね、薬を渡すんですけど、私は薬を渡さずにね、させたいと思います。で、住民って風邪ひいてたら、外にいるんだ。外にはいないわ。ごめん、外にはいない。家の中にいるんで、家の中を見ていきたいと思います。うわ、ひいてね。もし風邪ひいてんのにさ、案内所の場所まで来たらめっちゃ優しいよね、その住民。あー、ひいてないな。全く風邪ひいてくんない住民が。いや、いい子なんだけどね。普通に考えたらいい子なんだよ、風邪ひかないことは。いいことなんだけど、風邪をひいてくれないの、今回のが成り立たないから、ちょっとひいてほしい感がちょっと出てる。喜ぶのもおかしい、喜ぶのもおかしい、喜ぶのもおかしいけど、来たー、ちゃちゃまるーちゃちゃまるー、あー、めっちゃビクビク震えてるわ、めっちゃ震えてるわ、来たーっていうのもおかしいけど、ちゃちゃまるー、風邪ひいてるー、ちゃちゃまるちゃちゃまる、めっちゃ体調悪くなって風邪ひいちゃってんじゃん。よーし、引いた、意外と早く引いた、思ったより早く風邪ひいてくれた。引いてくれた？さあ、今風邪ひいてるんで、これちょっと引っ越ししていいか、ちょっと許可取りましょうか、案内所で。さあ、来てくれんのか、ちゃちゃまる。風邪ひいてたら来てくれんのか、案内所に。いや、引きましたよ。さあ、来た、思ったより早く引いたよ、風邪。じゃあ、インフラの整備で。で、住民の家、今のちゃちゃまる選べる？いる？ちゃちゃまる。いた！いますよ！風邪ひいてる住民がいますよ！風邪ひいてる時に住民の移設しようとしたらどうなるのか、来てくれるのか、さあ、いいの？ちゃちゃまるさんで了解だな、もう、キー風邪ひいてますよ！風邪ひいてますよ！風邪ひいてるのに来んの？来んの？お店の人と提案してる。風邪ひいてるよ！来んの？めっちゃ楽しそうにしてるよ！ちゃちゃまる、ごめん、めっちゃ楽しそうにしてる。楽しそうにはしてないけど、うわ、明らかに、なんか、おかしいぞ、ちゃちゃまる格好が。ごめんって、ちゃちゃまる、ほんとに。ごめん、ちゃちゃまる、ほんとにごめん。マジでごめん。風邪ひいてるのに連れ出してきて、ほんとにごめん。なんか、パジャマ姿になってるよ、ちゃちゃまる。パジャマ姿になってる、ほんとにごめん。ちゃちゃまる、ほんとにごめん。風邪ひいてんのに呼んで悪かった、ほんとに。あ、別に顔ないぞ。笑ってるけど、絶対内心、こいつクソだなと思ってる。絶対腹立ってるって内心、ちゃちゃまる。ふざけんなってなってるぞ、ちゃちゃまる。ちゃちゃまる、優しい